夢っていうのはですね、本当は必ず叶うようになっています。ですが、この反転世界ですね、ひっくり返ってしまうっていう世界の中にはまり込んでしまうと、その夢が自分でそれを壊してしまうわけですね。やっぱり無理なんじゃないかとか、不安だったりとか、 ね、もう今時はもう思考は現実化するというのはね、誰でも知っていることだと思いますけども、えー、それでね、プラス発想が流行って、まあ、マイナスなことを考えたら叶ってしまうから、プラスに考えようというふうにね、プラスとすると、プラスが叶うというふうに、ま、流行ってきたわけで、まあ、僕もね、それを一時期信じて、やっていたんですけども、やっぱり陰気はまればようになるというね、えー、もう6000年以上前からね、 発見されていたこのシステム通り、プラスに偏りすぎると、このマイナスに反転していってしまうということになりますね。なので、この三次元の世界の中にいると、必ず夢は反転してしまうということなんですね。だけど、そういうシステムを超えていくと、自分の中でね、 えーま、今日初めて聞いてくださった方はね、えー、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、えー、そういう方はね、えー、概要欄の方に7日間の無料メール講座が貼り付けてありますので、そちらからね、ミロスの原理を、えー、ご覧になってみてください。そうするとね、えー、今日のお話が、あ、そういうシステムになっているんだったら、えー、この話は ても納得がいいくななう,うにねね必ずなりますのでそしてね、この夢っていうのを自分が不安があったりとか、恐怖を持ってね、ならないんじゃないかということ、そういうものを消すのではなくて、超越するということですね。この違いはもう本当に大きいです。消すというのは不可能です。 えー、消したつもりになって抑圧して、えー、見ないよう感じないようにしただけなので、えー、消えていないんですね。だから、必ずその隠したものが反転して、えー、夢が叶わなくなっていたということなんです。えー、だけど、ね、この反転世界を超えていくと、 思った通り、まさに思った通りになりますので、え、やはりね、人間って自分が思った通りになっていくと楽しいですよね。え、自分の思いが全然叶わないってなっていくと、絶望感ね、また深刻になっていって、暗い人生にやっぱり陥ってしまいます。え、だけど、え、自分が思ったことが叶うというね、もうこれほどエキサイティングな世界はないですよね。え、そして、え、ひっくり返っていかない。 ね、いいとこまで行ったのにひっくり返っていくというのは非常にね、辛、えー、い思いをしますので、えー、そういうこともね、経験として、えー、素晴らしい、ま。何も間違っていないんですけども、えー、できるだけね、えーまああの、自分のね、思いが叶っていく体験をしていく方がやはり楽しいですから、ねえー、自分で自分のその夢をお破壊しないためにもね、えー このミロスのシステムをしっかりとね、理解してもらうと、必ずそこにね、行けるようになっております。そしてそのプロセスでね、小さなことから大きなことまでね、いろんなことが叶えていく喜びを体験してみてください。今日もね、最後まで聞いていただいてありがとうございました。よりね、もっと深く早く感じ取りたいって方は、同じく概要欄の方に、僕のブログの方からね、講義のスケジュールが見れるようになってますので、 ぜひね、遠くからでも近くからでも飛び込んできてライブを楽しんでみてください。そうすると自分でも感じなかった、わからなかったぐらいの変化があなたの日常に訪れますのでね。今日もね、良かったなと思ってくれたらグッドボタンとシェアよろしくお願いします。そして何度も何度も繰り返し聞いてみてくださいね。どうもありがとうございました。